極形態から愛の大海原へ、オトメイトは今メタモルフォーゼを告げた。楽しいね、こうして君と一緒にいられるなんて。プレイステーションビータのおかげだよね。そうそう、君はもうオトメイトから好評発売中の2タイトルは手に入れた。白王記 SSL スイートスクールライフ、アムネシアワールド。これからもずっと一緒にいようね。ん？どうしたの？ぼーっとしてる。もしかして今度発売予定のオトメイトタイトルのことを考えてる？僕も今それを考えてたところ。一緒におさらいしてみようか。リバイス D、 バイナリースター、熱血異能部活団トリガーキス、戦場のワルツ、アムネシア、レイタークラウド、V エディション、マージナルナンバー4、アイドルオブスーパーノバ、コードリアライズ、創世の姫君、ノルンノネット、ラストイーラ、レンドフルール、ディアボリックラバーズ、ダークフェイト。え？宣伝ばっかり？ごめんねってば。拗ねてないで、こっち向いて。これからはプレイステーションビータもあるし、ずっとずっと一緒にいられるね。オトメイトチャンネルも始まってるし、詳しくは公式サイトをチェックしてみて。手を貸して。僕の気持ち伝わった？僕の愛、君に捧げる愛、大好きだよ。オトメイト。じゃあ僕は君に振られないように何とか魔王に選ばれないとね。お前みたいな騒がしい奴が常に隣にいる生活だったら退屈だけはしないで済みそうだ。ねえ、君の目には今も俺が魔王である未来が映ってる？もう覚悟は決まってる。これが僕の選択だから。はい、よく正直に言えました。大事にしてね。人の寝顔を覗き見とはなかなかいい趣味してるな。そう、お姫様みたいにね。それで喜んでもらえたら俺は楽しいよ。誰でもいいけど早く出て行ってほしい。もう僕から逃げないで。僕のことを嫌いじゃないならいつか離れることになっても今だけでも
一緒にいてほしい。怖いんだ、自分が自分で亡くなってしまうことが。俺はただ怖いんだ。君にとっての絶対は魔王ただ一人、俺だけのものにはなってくれない。どんな物語でも終わりは来るよ。僕はそれが人より少し短かっただけ。世界中の誰もが君の願いに異を唱えても、僕が君を守るから。だからもう目を閉じてゆっくりお休み。